もしも成功したら、みんな幸せになれるかも。落とすつもりはないが、これくらいの恐怖を克服できんようでは三島は次元は。やっぱり失敗か。歴史を変えたかったのに。お前さんが過去に何かしようがすまいが、起こってしまった歴史は変わらんよ。まあちょっと修正されるぐらいが関の山じゃぬ。当主、三島平八が面会を求めていますが、いかがいたしましょう。かしこまりました。うまいよ。わしの代わりに財閥を守ってくれたとは感心なやつじゃ。の分際にわしの目の黒いうちは好き勝手にはさせんぞ。20, 21, 20, 19, 17, 18, 15,
戦いとは最後にどちらが立っているか、それだけだ。カズヤよ、お前に三島を継ぐ資格があるか見せてもらうぞ。わしが率いる三島財閥主催の格闘技大会、そこは史上最強を求めた格闘家たちが全世界から集う武の共演じゃった。あまたの格闘家たちも所詮わしの敵ではなかった。奴以外は全てを奪い去った。
からこそ全てだ。俺は手に入れた圧倒的な力を。この大会が俺の波動を飾る最初の一歩となる。戦いの価値、俺は一人の女に出会う。恐れることなく近づいてきた風間純、不思議な女だった。セイヤー。勝ち進んだ俺の前に現れた。生きていたとはな。まさかこの俺が。貴様は俺の手で必ず。やがて三島財閥と G 社による戦争は苛烈さを増していき、ついに平八と和也の戦いに決着の時が訪れる。貴様からは全てを取り戻す。戦いとは最後にどちらが立っているか、それだけだ。決着はついた。